皆さんこんにちは。ダイアログフォーピープルフォトジャーナリストの安田なつきです。2019年の秋に故郷の味は海を越えて難民として日本に生きるという児童書を刊行しました。この児童書は日本に逃れてきた難民の方々の声を食文化を通して伝えていくという一冊です。で、故郷の味を限られた日本で手に入る食材を使ってどんな風に作っているのか、そしてその味を食べた時にその人たちはどんな思い出が蘇ってくるのか、じゃあその思い出がいっぱい詰まった故郷をなぜ離れなければならなかったのかということを、その記憶を食とともに辿っている一冊です。はい、用意したのはオクラ、これがスープのとろみをつけていきます。そしてトマト、玉ねぎ、生姜、銀魚、今日はサバですね。で、そしてニンニク、塩と、そしてコンソメなども入れていきます。なので材料、具材はとてもシンプルなんですけれども、栄養満点の一品になっています。切れました。これから炒めて煮込んでいきたいと思います。ということで、出来上がりました。カメルーンのオクラスープです。以前作っていただいた時もですね、中部のアフリカから西部にかけて主食として食べられているフフというものと一緒に食べました。これはパスタを作る粉、セモリナ粉をお湯と一緒に練ってお餅のようにしたものなんですけれども、今日はちょっとセモリナ粉が手に入らなかったので、白米と一緒にいただきたいと思います。ということで、いただきます。ニンニクの香ばしさとトマトのみずみずしさがこう共鳴し合っている感じが、なんとも。オクラがですね、そんなにたくさん入れてるわけじゃないんですけれど、食欲をそそるとろみを与えてくれています。うん、ご飯との相性も抜群です。ということで、今回はオクラスープ、カメルーンのお料理を再現してみましたが、まだまだこれからいろんなお料理を作っていきたいと思っています。カメルーンの英語圏に生まれたチャングワさん、ある日突然自宅に警官が押し入り、理由もなく弟が連行されてしまいました。チャングワさん自身も身の危険を感じ、2017年に日本へと逃れてきました。何もかもが不慣れな環境の中で必死で日本語を学び、難民申請の結果を待っていました。カメルーンに残してきた娘さんとは離れ離れの生活を送っています。オクラスープはチャングワさんにとって家族と食卓を囲んだ思い出の味です。皆さんもオクラスープを作りながら、チャングワさんが辿ってきた道のりにも思いを馳せてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。